カートが統治する国、ラステーション。女神ホワイトハートが統治する国、ルイ。女神グリーンハートが統治する国、リーンボックス。そして、女神パープルハートが統治する国、プラネテューヌ。どの国も何度となく滅亡の危機に瀕してきたが、4人の女神たちは手を取り合い、ゲーム業界を守り抜いてきた。そして、現在。4人の女神たちは、とある新作オンラインゲームのベータテスターに選ばれた。そのゲームとは、自分そっくりに作ってみたけど、これはなかなかハマってるんじゃないかな。だってカンガルーのように飛んだり跳ねたりブンブン剣を振ったり、操作は快適そのものだね。さてと、じゃあ早速自己紹介しておこうかな。私の名前はネプテューヌ。プラネテューヌっていう国の女神で、このシリーズの主人公だよ。と言っても、四女神オンラインでの私は騎士見習い、女神のお仕事はお休みってことで、今日から一緒にこのゲームを始める3人と待ち合わせしてるところなんだけど、みんなまだかな。ネプチューヌ、早いじゃない。あなたが一番乗りとは思わなかったわ。ゲームだと誰も集合時間に遅れないのよね。おー、ブランは資材なんだ。なんだかナースっぽくて新鮮だね。ゲームは前衛色で遊ぶことが多いから、たまにはこういうのもいいと思って。ねえ、その私の衣装はどうかしら。おお、ノワールは黒騎士なんだ。もしかして聖騎士の私に対抗意識を燃やしてたりする？別にそんなんじゃないわよ。でもネトゲの立ち回りだってネプテューヌには負けないんだから。まあ皆さんもうお揃いでしたのね。もしかしてお待たせしてしまいました？ヤッホー、みんな今来たとこだよ。その格好、なんだかエルフ感が溢れてるけど、職業は何にしたの？私は不妖術師、エンチャンターですわ。状況に応じて有利な属性をつけることができる唯一の職業なんですのよ。武器はレイピアなんだ。リアルではノワールが剣で、ベールが槍だけど入れ替わってるんだね。やはり皆さんゲームの中では結構イメチェンしていますのね。職業バランス的にもなかなかいいパーティーになりそうですわ。さてと、それじゃあ全員揃ったところでお茶の間のみんなにこの3人を紹介しちゃおうかなっと。この子はノワール、ラステーションっていう国の女神だよ。ツンデレさんだからかポッチキャラ説が流れたりするけど、現にポッチではないよね。よかったね、ノワール。なんだかんだ私のボケにはノワールのツッコミが必須なのかも。みんなもよろしくしてあげてね。さてさて、お次はブラン、雪国ルイの女神をやってるよ。読書が大好きで、普段は物静かなタイプだけど、キレると誰にも止められなくなっちゃうんだ。あとは控えめな胸のサイズを気にしている模様。ルビーの紳士たちはだがそれがいいって感じみたいだけどね。最後はベール、おっとりした雰囲気に反して私たち4人の中でも群を抜いた超ハイパーゲーム配信。
ぜかこの中では唯一妹がいないんだよね。そんなベールはリーンボックスの女神なんだ。温かい5000円をよろしくどうぞ。ネプテューヌ、あなたさっきからどこに向かって話してるのよ。それにボッチがどうとか聞こえたけど。おい、何が控えめだって。妹、今妹とおっしゃいました。気のせいだよ、気のせい。やだな、もうじー、本当かしら。ほらほら、おしゃべりはこのぐらいにして、早くチュートリアル終わらせちゃおうよ。おっと、あっちに看板が。あ、逃げた。待ちなさい、ネプチューヌ。ネプチューヌの言う通りですわね。早く今回のバトルにも触れてみたいですし。ほらほら、ブランも先に進みましょう。まったく、相変わらずね。私たち普段は国同士で競争することも多いですけれど、この世界ではみんなで仲良く楽しく遊べますわね。パーティーは運命共同体、抜け駆けはなしですわよ。私も誰かが困っている時には必ず手を差し伸べますわ。と言われても、私はむしろベールこそが一番抜け駆けしそうに思えるんだけど。私もそう思うわ。ベールのプレイスタイルについていけるかはちょっとわかんないよね。あ、私二鉄とかは無理だから、そこんとこよろしくご安心なさって。今回に限ってはガチ攻略やトップランカー狙いはいたしませんわ。純粋に新しい世界を冒険し、ネトゲ仲間を増やし、このゲームの魅力を広めていく、それこそが4女神オンライン運営からアーリーアクセス権限付き招待券を頂戴した私の責務と心得ておりますわ。驚いた。あのネトゲ廃人のベールがガチ攻略をしない。はあ、私も開いた口が塞がらないよ。まあ、のんびり遊ぶ方が仕事の息抜きになると思うし、身内で競うようなゲームでもなさそうだし、私はベールの意向を尊重するわよ。ええ、ありがとう、ノワール。というわけで、肩肘張らずに楽しみましょう。今回のエピソードは今までの4女神オンラインとは舞台から違っておりますの。ここは私も初めて冒険する世界ですし、ベータテスターは私を含め全員レベル1。なんだかとっても新鮮でワクワクしますわ。お、あれかな、チュートリアルのイベントポイント発見。わー、いい眺めじゃない。なんだか観光に来たような気分だわ。いよいよ新しい冒険の始まりね。さあ皆さん、4女神オンラインの新たなる地平を目指してレッツゴーですわ。ゴー。伝説